皆さんおはようございます。タイです。現在私は JR 広島駅に来ています。今回この動画はホームの端から出る芸備線、平日の初見殺しについてお届けしていきます。広島発着の芸備線は基本的に折り返し列車が9番乗り場、広島止まりの列車が切りかけの8番乗り場に着くようになっています。しかし平日の朝に1本だけ切りかけの8番乗り場から出る下深川行きの芸備線があります。普段はね、階段降りてすぐの9番乗り場から出る芸備線がね、1本だけホームの端っこにある8番乗り場から出るということで初見殺しになっています。実際にね、今回はそんな初見殺しの芸備線下深川行き乗ってみようと思います。ということで JR 広島駅の中央改札口にやってきました。今回使う切符はこちら、広島から下深川までの乗車券です。早速こちらで改札入場していきましょう。今回乗車するホーム端っこから出る初見殺しの芸備線は8番乗り場から8時39分発の下深川行きです。早速ね、こちらのエスカレーターより8番乗り場へと行こうと思うんですが、見てみるとですね、このホーム7、8、9と3つ乗り場があるんですね。まあ一体どういうことなのか降りてみましょう。ということで JR 広島駅の7、8、9番乗り場やってきました。芸備線折り返し列車ほとんどがこの9番乗り場から出るわけです。で、7、9はね、右左側左右にあるわけなんですが、8番乗り場がどこにあるかというと9番乗り場の先っぽ、あそこなんですよね。あそこが8番乗り場になっています。知らないとね、本当にね、乗り遅れちゃうレベルですからね、やばいです。しっかりね、停止発車案内表示9番乗り場のものですが、乗車位置が8番乗り場と書いてありますね。案内はしっかりされているみたいです。広島駅のホーム上にある駅名表っていうのは路線カラーごとに色が変わっています。そのためね、この広島駅ではカラフルなね、4色で広島駅名表が並んでいます。そしてその駅名表の下には広島駅の在来線時刻表があるわけです。在来線時刻表の方もですね、路線カラーごとに分かれていてカラフルですね。で、私は今回芸備線に乗っていくということで芸備線の時刻表を見ていきます。芸備線ね、平日と同期で列車の本数が違うわけですけども、まあ、ほとんどがですね、9番乗り場から出るようになっています。8番乗り場から出る列車っていうのはね、こう見ていっても乗車するね、8時39分の列車しかないんですよね。この列車に乗る場合だけはすごい注意です。なんなら土休日側にはね、8時39分というのは列車ないですからね、平日限定の初見殺しになっています。気をつけましょう。 JR 広島駅の端っこにあるね、8番乗り場やってきました。基本的にね、広島止まりの列車がこの8番乗り場にやってくるわけなんですが、1本だけね、ここから下深川駅の列車が出るわけです。8番乗り場列車まだ来ていないんですが、この後8時32分頃にね、回送列車として入線してきます。いやー、やはりこう見ると8番乗り場っていうのは本当に広島駅の端っこにあるんですね。改札口へつながる階段やエスカレーターは本当にずっと奥の方にあるわけです。広島止まりでね、ここにやってきて降りたとしてもね、やはり少々距離があるので大変ですよね。にもかかわらずこっから出る列車もいるわけですから、これもこれでなかなか初見殺し中の初見殺しではないでしょうか。8時24分、広島止まりの列車がやってきました。この列車ね、折り返しは回送列車になります。車庫へと入っていく列車ですね。広島止まりなのに9番乗り場に着くわけです。この列車がね、9番乗り場に到着する関係で下深川駅は8番乗り場から出るわけです。まあ、おそらくね、車両の長さあちら4両ですから、こちらのホーム4両入れないのかもしれませんね。
広島駅8番乗り場には8時39分発芸備線普通列車下深川行きがやってきました。 JR 西日本のキハ47型機動車です。この8番乗り場から出るね旅客列車というのはこの列車が平日で唯一の列車になっています。休日はまずないですからね。めちゃくちゃレアな列車になっています。側面表示は赤色表示でワンマン下川が好表示になっています。いやーそれにしてもね8番乗り場本当に端っこですね。8番乗り場から出る下川駅早速乗車していきましょう。乗車の際車内に段差があります。意外と段差高いのでね足元には十分気をつけましょう。車内はこんな感じです。国鉄型の古い機動車ということでね座席は結構柔らかいんですよね。ロングシートでも全然快適に座れる座席になっています。本来発着する9番乗り場から見てもねやはり8番乗り場っていうのは若干遠いんですね。時間ギリギリにやってきてあ8番乗り場じゃんって言っても間に合わないかもしれません。8時43分4分ほど遅れてね広島駅を列車は発車していきます。ほんと広島駅の端っこから出るということでね奥の方はもうホームが全然ないって感じですよね。列車は下関総合車両所の広島支所裏手を通っていきます。朝ラッシュの時間帯ということでね車両を出払ってしまっていますね。広島を出てから3分4分遅れでやってきたのが一つお隣の矢ヶ駅です。芸備線は単線ということでねこの駅で広島駅と行き違いを行います。8時47分矢ヶ駅をね2分遅れで発車していきます。また芸備線は全区間において非電化単線になっています。そのためね空を見上げても架線というのはないんですよね。非電化単線ということもあってかこの区間では機動車が運転されています。広島を出てから2駅一応広島市内にいるわけなんですが車窓はね結構緑が増えてきました。山間部を走っているような、ね、感覚に陥りますね。広島を出てから13分2分遅れでね秋谷口駅やってきました。この駅でもね広島駅の普通列車と行き違いを行います。芸備線はね毎時2本ぐらいなんですが朝ラッシュの時間帯は利用者が多いからね毎時3本は運転されています。8時57分秋谷口駅をね帝国通り発車していきます。広島の時点では4分あった遅れがね秋谷口ですでに帝国に戻っているわけです。普段どれだけゆっくり走っているのかよくわかりますね。ダイヤに余裕があるようです。車窓がね完全に山間部のそれになりましたね。まだ広島駅出てから15分ぐらいしか経ってないですからねこれはなかなか面白い路線ですね。
広島を出てから19分、帝国通りやってきたのが終着駅の下深川です。乗ってきたキハ47は折り返し9時29分発芸備線広島行きとして運転します。平日朝の初見殺しホーム端から出る芸備線に乗ってみた動画いかがだったでしょうか。平日の8時39分発下深川行きだけはホーム端っこ8番乗り場から出ますので、乗車する機会があれば皆さん注意して乗るようにしましょう。また今回の広島芸備線に限らず、全国にはねこういった初見殺しが結構ありますので、乗車の際はね乗り場と場所しっかり把握して移動するようにしましょう。時間に余裕を持ってね移動するのもおすすめです。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。